当時各メディアで取り上げられて話題になりました無限キャベツですね。この発案者もリュウジさんなんですが、これまあどういった経緯でまずバズったのかご説明していただいてよろしいですか。その頃、僕老人ホームに勤めてまして、料理をね 3,40 人前作ってたんですよ。でそれを SNS に備忘録としてこうレシピを載っけてたんですけども、なんかそれがレシピがバズって、その時は別に料理研究家になりたいとかそういうのなかったんですけど、全部こうバズるから、もうなんか料理研究家名乗っちゃえばいい名乗ったらもうなんかいつの間にかなってましたね。